フォレスターはスバルが製造・販売するミドルクラスのクロスオーバー SUV である。1997年に発売を開始。なお、社名は全世界共通となっている。フォレスターは英語の森を育むものに由来する。本来はコンセプトモデル同様にストリーガとして全世界統一ネームで発売される予定だったが、ストリーガの語源の一つである。 ストレーガについて、欧州では、魔女がネガティブなイメージを持つこと、あるいは魔女狩りの暗い歴史を想起させることからこれとは、無関係な、フォレスターに変更した。ストリーガの持つ五感が、ストーカー、ストリーキングを連想させるため不採用となったという、説もある。プラットフォームをインプレッサと共有し、モノコック構造を持つことから、クロスオーバー SUV であり、 かつてインプレッサの特別使用車として生産・販売されたインプレッサグラベル EX の実質的な後継車種である。クロスオーバー SUV ではあるが、車高を下げて舗装道での安定性を高めたクロススポーツシリーズや STI バージョンも設定され、アクロでの走行を可能にする車高を確保しつつ、低重心で高出力のエンジンという組み合わせは、 オンロードでも高い走破性を確保している。そのため、すべてのグレードで、スバル車のアイデンティティと言える、縦置き水平対抗エンジンと四輪駆動を組み合わせるシンメトリカルオードが採用される。エクステリアデザインは、スバル共通のデザインフィロソフィー、ダイナミック X ソリッドに基づき、SUV らしい存在感、力強さ、機能性を表現している。ボディフォルム自体は、 先代のイメージを色濃く引き継いでいるものの C シェイプのポジションランプを採用すると随所にスバルの新型車であることをアピールしている。なお、ボディサイズは全長がプラス 30mm、全幅がプラス 20mm、ホイールベースがプラス 30mm とそれぞれわずかに拡大。全高は先代と変わらず1 7 1 5ト、mm、ルだがルーフレール装着車は 先代より 5mm だけ低い 1730mm となる。メカニズム面では、5代目インプレッサで導入されたスバルグローバルプラットフォームを採用し、操打応答性と操縦安定性が飛躍的に向上した。また、パワートレーンが一新され、水平対四4機等 2.0L の FB20 型に代わり、同 2.5L の FB25 型を新搭載した。 燃料システムの直噴火を、はじめ、約90%の部品で設計を見直したことで、燃費と実用域トルクの向上を実現している。最高出力、最大トルクは、それぞれ 136kW、239Nm を発生する。先代の主力エンジン、FB20 型と比較すると排気量アップも手伝い、最高出力、 最大トルクともに2 7ット向上した。また、ホイールの PCD が、先代型は1 0 0、mm、トルだったが、新型では1 1 4 3ト、mm、ルに拡大された。また、ホレスターでは、初となる、ハイブリッドモデル、E ボクサーが設定された。水平対向4気筒 2.0L 直噴、FB20 型に、MA1 型モーターを組み合わせ、電池には、 リチウムイオン電池を採用、モーターがパワーアシストすることでガソリン車を上回る加速性能を発揮する設定としている。なお、初代から設定されていた 2.0L 自然吸気エンジン、2.0L ターボエンジンは5代目では設定されていない。トランスミッションは全グレードが自動無断変速機、リニアトロニックのみとなり、6MT 車は廃止された。なお、 マニュアルモードは6速から7速に進化している。駆動方式は、仙台に引き続き、アクティブトルクスプリットオードを採用しているほか、滑りやすい路面等で、エンジン、トランスミッション、ブレーキ等をコントロールする、X モードも改良を加えた上で引き続き採用されている。ブレーキは、前後とも、ベンチレーテッドディスク式となった。安全装備では、 引き続き装備されるアイサイトの各機能に加えアイサイトツーリングアシストが全車に標準装備された。これは全車速追従機能付けクルーズコントロールに加え車線中大維持機能と先行車追従操舵機能で構成され全車速一でハンドル、アクセル、ブレーキを自動制御して運転を支援するものであり特に自動車専用道路での疲労を大幅に 軽減する機能である。また、スバル初となる、乗員認識技術、ドライバーモニタリングシステムが採用された。これは、ドライバーが乗車すると、インパネセンターバイザーに内蔵されたカメラが、ドライバーの顔を認識し、登録したドライバーごとのシートポジション、ドアミラー角度、ディスプレイの表示、空調設定を自動的に再現するほか、 登録したドライバーごとの平均燃費を表示することが可能なおもてなし機能と眠気や前方不注意を検知して警告し安全運転を支援する警報機能を備えている。より緻密な交通環境の認識と制御が可能となった新世代アイサイトを全グレード標準装備したほかレボーグから採用されたデザインコンセプトボールダーを採用した。その他 カスケードグリーンシリカ、オータムグリーンメタリック、ブリリアントブロンズメタリックの3色の新色の追加、シート素材の一部変更、スポーツはウルトラセ度、ド、ホは X モードの改良などが行われている。ありがとうございます。